につけたんですね。手は鹿革でできた手袋をはめておりましたので、ね、この手袋にくすねを塗りつけたんです。そして、刀を取り落とさないように、弓を取り落とさないようにするためにしたんです。で、戦に臨む時には必ずこれをやりました。で、そこで出てきますのが、手ぐすねを引いて待つという言葉ですね。弓のくすねから出ております。最後に、後弓の大将が出てまいりまして、前弓の席相手が出てまいりました。ちょっとご覧いただくと分かるんですが、手前で、白い装束を着て、引かれる相手の弓が違いますね。この弓をシグトウと申します。シグトウの弓は握りから上36頭が巻いてあります。握りの下28頭が巻いてあります。で、握り上36は、書物によりますと昔からのものですが、36金というふうに書いてございますので、36の動物が一つ一つ名前がございます。そして、握りの下28頭が巻いてございますが、これは、暦の星座を表しております。お聞きになったことはあると思いますが、七曜九星28宿という言葉がございますね。で、今申し上げました七曜というのは、私たちの暦の中でも1週間の7日ですね、使われていますね。で、弓には後弓の方の白木の弓を見ていただいて分かるんですが、節がついております。で、その節の数は外側に7つ内側に6つの節がついてございます。と申し上げます、節の数を数えてくださる方がいると思いますが、内側の竹の節を数えますと6つと申し上げましたが、5つしか見えません。これは、5つの節といいますのは、暦で言いますと小の月、2月、4月、6月ですね。で、小の月だけ節がついております。で、一つは握りのところに頭が巻いてございますが、頭のところに隠れております。これはウルウズキと言いまして、ウルウズキの月がそこに隠されてるんですね。皆さんご覧になってて、当たらんもんだなというふうに思っておられる方もおられると思います。
それはよく伝わってきます。実際に口にされる方もおられますが、今日耳を聞いていただいた方、実は、4本の矢を持ってこの距離であの的を狙いますと4本とも必ず当てるという人たちばかりを揃えてあります。それが外すっていうのはその引く人にとっては非常に辛いところですね。しかしながら真理でございますので当たり外れを競うものじゃないんですね。真理に従って意味合いがありますので、当てる矢、そして、下に落とす矢、それから、脇に外す矢、これを必ずやらないといけないんです。今いっぱいに引き絞りまして、ちょっと間を置いてから話しました。あの時何を考えてるんだろうって先ほどおっしゃった方がおられます。実は、本日これお見えになっておられます皆様方の家内安全無病息災を念じてから話すんですね。こちらの的は犬木的といいまして、後ろに、矢が抜けていくように作られた的です。ですから皆さん方がご覧になりますと当たったのか当たらないのかがわからないという的ですね。昔からそうです。神社によっては止め的といいまして、的が、後ろの畳のところに貼り付けてあるのもあります。そういうところですと矢があそこにこうたくさん刺さってるのが見えるのですごいなというふうに言われるんですけども、射抜き的ですと矢がどこにあるかわからないので残念ながら